スカパー GSAT 株式会社は日本の通信衛星事業者、衛星放送プラットフォーム事業者及び優先一般放送事業者。法人格としては現象号のスカパーに該当する株式会社スカイパーフェクトコミュニケーションズの後ろ身に当たる。本校ではその前身である同社についても合わせて記述する。2008年10月1日。 スカパー JSAT グループの中核事業3社のうち、スカパーを存続会社とし、衛星運営会社の JSAT 株式会社、宇宙通信株式会社を合併して設立した。衛星インフラを主軸としている電気通信事業者であり、十数機の通信衛星を運用、アジア随一、世界有数規模の通信衛星保有企業となっている。大口利用者には、防衛省、 NTT グループ自治体衛星通信機構が挙げられるほか、CS 放送、番組素材配信、ケーブルテレビ局向け番組配信にも多くの衛星通信回線を提供している。うち、日本国内の衛星放送分野では、唯一の CS による衛星機関放送の機関放送局、提供事業者並びに衛星一般放送事業者に放送設備を提供する。 電気通信事業者でもあり、すべての CS 放送番組を各視聴者へ向け送信し、かつ唯一の有料放送管理事業者として、スカパー、およびスカパー、プレミアムサービスというプラットフォームを運営することで知られている。これに付随し、放送番組やインターネット向けの映像コンテンツの制作、供給、CS 放送受信機器の販売、レンタルなども行っている。 関連衛星一覧2013年10月時点。プラットフォーム放送、番組供給、スカパー j サットが、蒸気チャンネル放送分以外に放映権を得て、制作するスポーツ中継番組などがあり、グループ、関連企業が編成する、ファイティング TV サムライ、J スポーツなどのチャンネルへ、番組供給している。2014年2月22日、インドネシアの衛星放送、 インドビジョンにて、日本のテレビ番組を放送するチャンネル、ワクワクジャパンの放送を開始した。コンテンツ配信衛星通信回線提供映像、機器販売、レンタルとスカパージイサット独自ブランド製品である SP シリーズは、末尾のアルファベットが開発協力メーカーを示している。なお CS-5000S は、ヒューマックスジャパンのスカパー、CS-5000 を、 プライベートブランド化した製品である。横浜衛星管制センターの建物と、パラボラアンテナ群縁、スカパー j サットの子会社、関連会社であったもの、および旧スカパーグループのみ。ありがとうございます。